三味線は普段はこのように三つ折れ状態で保管しておりますので、演奏するときに組み立てをする必要があります。これから三味線を組み立ててみましょう。まず、棹と胴を接続します。次に竿に糸を張っていきます。はじめに根尾と呼ぶこの場所に糸を結びつけます。糸をしっかりと引っ張ります。糸巻きに巻き込んでいきます。糸は細い絹糸を使っていますので、引く前に十分に伸ばさないと、引いている途中で上弦が狂ってしまいます。伸ばしすぎても音色がへたってしまい、音が出なくなってしまいます。ここが糸伸ばしの最も難しいところです。糸がよれたり折れたりしないように、まっすぐ引っ張って糸巻きに巻き込みながら十分に伸ばします。1の糸は手前の溝に、2の糸と3の糸は紙ごまの上に貼ります。3本の糸は等間隔で貼るようにします。そして、駒をかけます。